はい、オルガンライフです。最近私掃除とかにアルカリ電解水使ってますね。まあなんかこういうクリーナー系、まあ、出るとなんかちょっと超化学じゃないかとか、なんかそういうこと言われそうだけど、単にアルカリ、強いアルカリの洗剤というかクリーナーですね。ただコストコ行くのも時間かかるし、まあ1本あたり500円と、まあそんなに安くない、交通費もかかって値段もそんなに。それで通販で調べたらだいたい似たような価格ですけど、ホームセンターで安いのありました。あの激落ちくんっていう、これ450ml、詰め替え用ですけど100いくらで売ってましたね。あ、これ安いわって。うん、だから3本ぐらいホームセンターで買ってきました。うん、なんか商品の選び方、なんか固定観念とかありますね。なんかある、この水の激落ちくん、確かなんかよく見ますよ。あの見た覚えはある、見てたけど、なんかこれはアルカリ電解水じゃないみたいな、なんかそんな頭があったんですけど、実はこれで良かったんですよね。うん、やっぱし時々なんかリフレッシュというか、その固定的な考え方のその破壊って必要ですね。ただ破壊、自分じゃできないですよね。でもやるしかないですよね。まあ、都合よく破壊してくれる人、外部にいないですからね。あの外部の力を利用すると都合の悪いところも破壊されますから、だからなかなか難しいんですよね。うん、あの新しいものがどんどん出てくる、それを使わないといけないんだけど、飛びつきすぎるのもっていうのがね、どこら辺で手出せばいいんだろうって。うん、現状満足してればいいっていうことで考えれば、20年前のこのクリーナーというものが、まあ、合致するんですよね。ただ今のものだともっと落ちるとか、そういうことが分からない。なんだろう、結局あのそういう流れに、あのなそういう流れに向かっていくには、膨大なプロモーションによってそのかけられたあのプロダクトプッシュみたいな、そういうのじゃないとダメなのかな。だから結局新しいものを入手するにはコマーシャルの力、うん、それしかないのかな。私たちがどんどんいいものを手にする、その方法はコマーシャルだけってことになりますよね。プロモーション、うん、やっぱしプロモーション費用って、宣伝広告費用ってすごくお金かけてて、その部分を削ればいいんじゃないかって言ってるけど、この部分を削ったらそもそも私たちのところに届かない、リーチしないって言うんですけどね、届かないんですよね。うん、確かに昔私たちにリーチしたものを、それを20年間使い続ければいいんだけど、それじゃあいいものは家庭に届かない。やっぱしどうなの、プロモーション必要なのかな。 N システムです。うん、1km、 広告費用、広告宣伝費用、バカバカしいとかって言われるけど、じゃないと飛びつかない。
ペックシート1枚で、あ、これがいいとかって皆さん買わないですよね。なんで買うのか、イケメン俳優が使ってるから、美女が使ってるから、そうなってくるんですよね。それ高い、それ高い出演費のイケメン美女を出さないといけない。それが商品の値段に、商品の原価っていうのかな、それに含まれていく。うん、でも必要なわけなんですよね。スピード注意、ネズミ捕りエリアです。スピード注意、ネズミ捕りエリア気をつけてください。今、ま、前人が渡ってますね。あの横断歩道って人が渡ろうとしたらちゃんと譲らないといけないです。譲るっていうか、そもそもこっちに強い優先権はないです。っていうか、そんな話よりプロモーションどうだろう、うん、あとあのマルチ商法とかアムウェイとかだと、そのプロモーション費用をなくす代わりに、この売ってくれた人に還元ってあるんだけど、結局そっちだって同じじゃないですか。あの誰かの力を使ってリーチさせないといけないんですよね。プロモーションっていうか、普通の販売だとテレビで広告を打つ、新聞に流す、口コミ効果を得るように、なんかいろんなところで PR する。そしてアムウェイとかみたいなマルチ商法だったら、それ販売員の人に売って、販売員の人に売ってもらって、それでその人たちに高いボーナスを出す。結局何らかの方法で届けてもらわないといけないんですよ、新しいものを。私たちがリサーチすることもできないし、うん、コカ・コーラの新商品、私たちが積極的に見に行きます？今年のコカ・コーラの新商品何がありますか、あ、こんなのがあるんだみたいな。そしてサンプルもらって、それで本当に買うかどうかを決めるみたいな、しないですよね。ほとんどの新しいもの衝動買いですよね。普通一般流通だったら衝動買い、マルチ商法とかだったら自分と仲のいい販売員の人の話を聞くみたいな、結局向こうからのプッシュなんですよ。うん、まあ、なんかアルカリ電解水の話からこんな話になっちゃったけど、んなんか変なところで止まってるわ、まあ、嫌だな。私アルカリ電解水ってなんで知ったのかな、なんか YouTube つながりだ、 あれだ、あの焼津 TV の南東さんのところ、そこのエコスマイルさんだ、そうだそうですね、まあ、どっちにしても何らかのプッシュが必要なんですよね。うん、まあ、これ以上に理想的なものはないのかな。いいものを作っても、それを何らかのプッシュする力を余剰してなければ押し広められない、みんなに届けられない、そういうところかもしれないですね。まあ、ただ最初の話で電解イオン水非常におすすめです。だからぜひ使ってみてください。私の